か？はい、オールラウンドのクラスというのは、あといわゆる MMA、ミクストマーシャルアーツを教えるクラスになります。うちのジムは基本的に打撃の初心者の方がストライキングクラス、組み技初心者の方がグラップリングクラスに出ていただくので、そのストライキングとグラップリング2つを混ぜたオールラウンドなMMA の攻防を指導するクラスとして、オールラウンドクラスは教えています。格闘技未経験でも参加できますか？はい、プログラムとして最初にストライキングとグラップリングのクラスに参加してもらって、どちらも軽いスパーリングなどができるようになってもらえれば参加できるようになります。それってどれくらいで参加できるようになりますか？はい、個人差はあるんですけれども、今ジムに来ている会員さんたちの様子だと週に3回1ヶ月ぐらいの目安でクラスに参加できるレベルの技術は身につけてもらえていますね。週1回とかでも慣れてくれれば、2、3ヶ月で参加できるレベルになるかなと思います。持ち物はありますか？動きやすい服装と、あとマウスピース、ファールカップ、膝当てが必要になります。あとスネ当てですね。こちらのスネ当ては組み技も入るんで、履くタイプのスネ当てがあるので、そちらを用意していただきます。オープンフィンガー、あとはこういった手が使えるオープンフィンガーグローブを使っていただくんですが、こちらはジムでも貸し出ししているので大丈夫です。今言ったスネアートなど持ってないと参加ができないですか？そうですね、ジムのも使ってもらっていいんですけど、やっぱり組み合ったり複雑な攻防をするので、皆さんにご自身のものを用意してもらっています。危なくないんですか？はい、格闘技は全て危険な技を伴う使うものになるんですけれども、うちのクラスではきちんとそのディフェンスを教えることによって、正確な技術で安全にお互い攻防の練習をしていただくようになっているので、決して危険ではありません。ありがとうございます。ありがとうございました。